皆様こんにちは今年12月で子酒して34年になります坂本浩一と申します今日は皆様にまあ私がその間にですね、まあ、どのようにして断酒をしてどのように現在に至ってるかということをまあありのままに短くですねお伝えできればと思っております。 まあそれによって少しでも皆様の断種の手助けになればと思って短い動画を作りました最も大切なことは断種のなぜ断種できるかという理論ですねなぜかということをはじめに、えー、よく分かると、えーまあ、数学でいう公式なようなもので断種が続くのですがなかなかそこが分からないので えー、一日一日やめていくのはとても大変かと思います。一言で言うとですね、男子がどうして楽しく続くかというとですね、お酒を飲みたいという欲求も非常に大きいのですが、これも他との比べてみれば大きいということで、まあ相対的なものだということに気がつくといいです。まあ、お酒飲んでいるときはそれしか目に入らないので、 このお酒が全てと思ってしまうのですが、実はお酒を飲みたいっていうのも一つの要求、他との比較における、要求、欲求、とでも言いましょうか、ということに気がつくと、非常にやめやすいです。例えばですね、明日戦争で戦地に行くということと、もしあなたは戦地に、 行きたくなければお酒をやめるお酒をやめれば戦地に行かなくてもいいよということを選択されればどちらを選びますかここれは明らかにお酒をやめることを選ぶと思います。ということはつまりあなたはお酒よりも命をを生きるとととといいううここ選択したということです。つまりは行きたいという欲求はお酒を飲みたいという欲求よりも異常に大きいということですね。 ということはどういうことかというと、お酒をやめているうちに、お酒を飲む欲求よりも楽しいこと、もっと面白いこと、いろいろハッピーなことができてくるので、それに気がつけば、それはお酒を飲む欲求よりも大きくなりですね、お酒が楽にやめられるということです。まあ私の場合にはですね、例えば、家族を持つ会社の中でですね、 えーまあ、例えば昇進をするとかですね、えー、スポーツ、好きなスポーツに打ち込むことができるというようなことがですね、少しずついろいろとですね、積み重なりですね、だんだんお酒をやめてることがですね、楽しくなってきました。なかなか最初は大変でしたけれども、1年、5年、10年、15年、20年と、年数に合わせて楽しいことが起きてきますので、 まあそれをですね積み重ねているうちにお酒をやめることよりもお酒をやめていることの楽しみが大きくなりお酒をやめ続けているとそれも非常に楽しくやめ続けているというのが実際ですなので皆様もまずはやみくもと言ってはなんですけれどもとりあえずお酒を飲まないということに集中してですね一日 3日、5日とですね、積み重ねていけば必ずですね、やがてはですね、大きな幸せをつかむことができます。お酒をやめているのは幸せになるためにやめているので、苦しいだけではなかなか続きません。一つですね、どんな時も私の言葉を思い出していただいて、皆様が断酒に励んでいただければ、とてもうれしく思います。失礼します。